ベビールーミーチューンズ。この後すぐカートゥーンネットワーク。それはカートゥーンネットワーク。10月のおすすめ番組は10月4日昼1時カートゥーンスペシャルティーンタイタンズ GO 全部ニューエピ。10月19日朝10時と夜10時カートゥーンスペシャルジェイクの日。10月25日と31日朝10時カートゥーンスペシャルマオマオピュアハートのヒーロー。10月もワクワクドキドキがいっぱい。カートゥーンネットワーク。今年もアドベンチャータイム公式ポップアップストア開催。照りつける太陽、わずかな食料、荒野に鳴り響くのは虫たちの笑い声。どんなピンチも2匹で挑めば超ハッピー。最強デコボココンビバックとバディのタフで愉快なサバイバル生活を覗いてみよう。バックとバディ、月曜日から金曜日午後3時。カートゥーンネットワーク。頭が切れる優等生ブロッサム、私に任せてもらえない。可愛いもの大好きバブルス、動物さんが大好き。口より先に手が出ちゃうバターカップ、私をお嬢ちゃんって呼んだ。スーパーパワーを持っためっちゃキュートでめっちゃ小さな女の子パワーパフガールズは今日も街の平和を守れるのか。出番よガールズ。パワーパフガールズ。カートゥーンネットワーク。みんなのおじさんでおじいさん、わしはアンクルグランパだよ。謎のおじさんは昼でも夜でもおはよう。つかみどころのないおじさんの仲間はやっぱりつかみどころがあるわけもなく、毎日がてんやわんやの大騒動。見たら癖になるグランパワールドからあなたはきっと抜け出せない。ヘンテコで行こう。そうだね。おはようアンクルグランパ。カートゥーンネットワーク。一人じゃ出せないパワーが出せる。世界を見ていろよ、キュートでクールなスーパーヒーローガールズ。ザ・ターナ。ザ・ターナといえばやっぱりマジック。お父さんは有名なマジシャンで、ザ・ターナ自身もマジシャンなの。意味の後ろには何があるでしょう。一人でショーをやり始めたアーティストだから。呪文は逆さ言葉、反対に唱えるの。でも完璧ではない。自分の能力がまだよく分かってないから。もしかすると呪文間違えたかも。飛ぶこともできるし、異次元とつないだり攻撃だってできる。本当にもう何をやってもすごいの。まさに生まれながらのパフォーマー。ありがとう、ありがとう。しかも流行に敏感でおしゃれが得意なの。いいじゃないそのメッシュ。おしゃれの秘訣は聞いて聞いて、一番一番大事なルールだから。あなたらしくいられることを見つけたらやってみて。おしゃれに、じゃじゃーん。バックとバディ、この後すぐカートゥーンネットワーク。始めちゃおうか。バッドガール、彼女には大好きな人が。デアナバッドマンジャイアントスーパースペシャル限定のポスター付き。死んでもいいから欲しい。バッドマンの大ファンなの。最近引っ越してきた。高校生の転校って本当に大変なんだよ。ゴッサムシティからこのメトロポリスへ。
そしてスーパーヒーローのチームを結成したの。スーパーかっこいいスーパーヒーローにみんなでなってみせるぞ。スーパーパワーは持っていない。でもなんといっても彼女には発明の才能がある。コウモリ型の装置とか、ほら温度計、暗闇で光るコウモリ、コウモリ型フック。みんなより10歩先を行ってて状況をつかむのが早いの。いろんな装置も持ってる。スクーターが大好きでチームのムードメーカー。絶対楽しいよ。ヒーローとかヴィランとか悪との戦いとかカウントレガとか秘密の正体。ポジティブで失敗しなくて大丈夫。エネルギッシュ、フリーダムファイター。それに心が広いの。親友のためならいくらでも戦える。だから特別な力はいらない。自分の特技を生かせば誰だってスーパーヒーローになれる。キュートでクールなスーパーヒーローガールズ。